私は化粧品会社で研究員をしています。主に私は化粧品になるちょっと前のもうちょっと基礎的な研究をしていまして、で私が主に扱っているのはスキンケア製品なんですけれども、化粧品を、気持ちいい化粧品を作るために、どんなあの、例えばどんな材料を使うと、 気持ちのいい化粧品を作ることができるのか、その時の肌の状態はどんな感じなのか、といったようなことを研究しています。